こまでは大丈夫そうです、うん、もうでもねスタートしても大丈夫そうな感じのアメダスも、嬉しい。さっきさ4時ぐらいお、はあ、日当たりも4時ぐらいにさ起きた時、うんうん、すっごい土砂降りだったね、はあ、ねびっくり音がもう、はあ、この中走るのかなって思ってたよ。5時ぐらいもまだ 2ミリとかになってたから大丈夫でした、ね、なんなら寒いからねそうなんですそうなんでございます。やっぱ1枚、うん、上持ってくればよかった説ね。本当のもう名古屋はノースリー一択ですけど、うん、半袖 T シャツとか5度違うとこうなんだ ね、 ね。じゃあ氷を買っていきましょう。最後の、はい、最後のスワスワニーに行きましょう。はい、多分今日は皆さんお疲れ、あの疲れも出てそうですねと思いますよ。昨日お酒も飲んでましたね大丈夫だったかしら皆さん。あ、行ってる行ってる、ほらあの前あれ多分じゃあ、氷、うん、早めのね、早めの集合ですね、うん、じゃあ氷買っていきましょう、はい、あと6分スタートまであと6分。今日はね、違うよ、今日はキロの長増えてます。あ、キロの長どうなんでしょうか。チーム6が消滅して7でチーム6消滅チーム7大所帯になった急に全然。あ、6いた。6いた。ああ、6いた。大所帯になった。してるの？あと10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、人数が多いんですよ。いっぱいいる。おはようございます。雨が降りそう。真っ白だ。霧雨みたいな感じですかね。そうですよね。でも結構真っ白になってるから。真っ白になってるから6時の音楽ですね。朝6時ちょっとでトイレ行きました。やっぱ LT 走してるから急にペース上げてガーってキロ5にするのなんかできるようになってきた。トイレまでだけど、おはようございます。追いついた。今なんで16の半分だなと。今度9キロ。前から。はい。入った。入った。入った。あ、そうなんですね。ありがとうございます。3.5。雨やめました。15.7。はい、16キロ。一旦給水です。7時22分。サクッと取って、はい、パッと寝ましょう、はい、あ、でもここで給水だからもう行きましょう。はい、行きましょう。あと1周になりました。もうあと1周しか走れないと思って。そうなんですよ、あと1周しか走れない。あとは来年かもしれない。本当こんないい、こんないい気候で走るのは名古屋ではあまりないんで。
綺麗ですね。あっち晴れてきた。はい、最後の登り。最後の登り。あと一周。カメラマンが。光が差してるからね。そうですね。日が差して暑いですね。日が差してきた。かみしめて走らないと、もう無理だ。12キロ走はやらなかっただけでできる。まだ終わってないそうですね。まだ終わってないですけど、やらなかっただけでできる。この景色、あ、逆走で、はい、お疲れ様です。逆走のパターンですね。一周行って逆走。多分あの方、あれだ、最初もいた気がしたんだよな。へぇ、はあ、応援してくれて。あ、そうなんだ、はあ、スタートで、スタートの、なるほど。7キロイーブンで、はい、ずっと行っておりますの。はい、ありがとうございます。はい、トウです。半分でも試合終わっちゃうよとか、そうやって、だってこんな天気で走れること名古屋でないからね。ねえ、この小雨が降る感じで途中ちょっとねえ、うん、あのなんかね、なんか高原にでも来たのかなってみたいな、ね、晴れもありますよね。うん、綺麗だった。あれはあれでね、そうですね、うん、最後なら許すって感じで、あれは嫌だけど、うん、いやー、いいわ。今大事なんで、はい、そうですね、無駄に負荷を上げる必要ないです。もう少し頑張ろう。頑張るぞ。頑張りましょう。親子のようで。頑張ろう。残り5キロファインが到着。もうあと5キロ。なんで出てしまったのかを考えた方が良くて。はい、頑張りましょう。28キロ。3時間14分50秒。あと4キロです。さっき1周目で、うん、じゃあ6キロぐらいでトイレ行ったんですよ。はい、1周目で。はい、で、その時皆さんより早く、ちょっとペース上げて、はい、パッて、ちょっと早く軽く走ったら、はい、キロ5ぐらいだったんですよ。はい、で、昔はそんなに出なかったの。うんうんうん、もうそういうのがさーって、ほうほうほう、ただそれが出せるようになった感じっていうのは、はい、やっぱあの LT と、はい、スピードをやって、はい、ちょっと LT 能力が伸びたってことなんですかね。どうなんですか。そのペースで行ってる時間がある程度長くて、うん、あのそれでも
5分で押せてるっていうのであれば LTK ですよね、うん、でシンプルにさっと5分が出せるっていうのは、うん、そのスピード系のインターバルでやったスピード能力、うん、だから、両方、うん、両方その練習の成果が出てるってことですよね。なるほどなるほど。確実に足は重いはずなんで。そう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 、昨日も一昨日も走ってるからね。でもそれでもじゃあガツガツインターバルやってるわけでもないじゃないですか。そうです。そういうのを感じてほしいですよね。確かにね。このぐらいのスピード練習と LTK の練習で十分能力育つんだっていうのを、うん、確かに本当感じてほしいですよね。私も昔はインターバルとかやったらすぐ肉離れっていうか、肉がちょっと太ももが痛いみたいな、やりすぎちゃって、ああもうインターバルイコールそういう風にしちゃってた。ゼハするものみたいなね。だから苦手と思ってた。みんなすごいなって思ってたけど、あ違うんだなって分かりましたよ。くパクプロメソッドで、パクプロ道場メニューで分かりました。きついです。それは当たりましたと。あんまりでもなんかもっと笑ってるけど、でもね、足は大丈夫なんですけど、ねえ、あのうちのあの伸びしろ抜群の木田さんもねえ、はい、そうだよね、うん、でインスタに書いてるもんね、はあ、あれほんとサブスリーしたい人とか、うん、見た読んだ方がいいと思う。木田さんのフォローして本当に、うん、絶対いいと思う。コーターを見てください本当に。ほんとあと絶対2時間半切るよ絶対。まあ言ってるけど、うん、絶対いけると思う。まだそれで余裕持って伸ばせてるから、うん、まだ俺いけそうだなって思えるみたいな、うん、そうだよね、うん、ギリギリのとこ行ってるとね。そう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 、こんなにきついことやってんのに、うん、もうあと10分伸ばせませんってなるけど、うん、すごいね、充実だもんな本当に。あともうすぐ30キロですよ、はい、あと400で30、を取りに行くようなことはあんましない方がいいんですけど、はい、でも今日やれた自信は、はい、あの取りに行くと思うんですよ。わかりました。だから3日間通してある程度疲労も溜まってる中、はい、32キロ走ることができたという、はい、この今日の達成感というよりは、はい、やれる自信を取りに行くんだと思って残り、はい、頑張りましょう。そうですね、はい、今日お腹痛も発動してないので、うん、そこを分析しないと。そうですね、そうですね、うん、でもなんか成功体験って絶対大事だと思って、成長するのに、うん、なんかやれたとか、はい、できたとか、うん、そうですよ。だから今日のはすごいいいと思うんですよね、私も自分にとってもだし、うん、あこれどうでしょう、今日私フォームを非常に、はい、いいですよ、沈んでないですよ、うん、おります。足首もいいですよ。そうですか、はい、ちょっと今日もじっくり、はい、フォーム気をつけて。そう、なんかなんとなく分かりましたそれ。あ、本当ですか、うんうん、言っております。いいですよ、そんな感じがした。ちなみに私のフォームはどうなんでしょう。あの若干、はい、例えばあこういうイメージで走ってみてください。ジェットコンベヤーの角度がジェットコンベヤーの角度がペットボトルのキャップがベルトコンベヤーみたいに来る。それを避けてる、避けながら走ってると思ってください。そうそうそう、あ、OK です、これ良くないですよね。ああ、はい、あ確かに軽いかも。足が、はい、あの上に向かって動かす意識が全くなかったんですよ。もうね、疲労、はい、でもペットボトルのキャップが前から来るってなると、はい、それにつまずかないようにペットボトルのキャップをかわそうとするじゃないですか、はい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 、そうすると上に上げる意識がちょっと混ざりますよね。上がる気がする、はい、そうするとちょっと高いところから地面踏めるんで、はい、上に伝わる力が大きくなって走りも軽くなるんですよ。スピードも上がるし、確かに足上がってる。常にペットボトルのキャップ、腰が落ちてる時は、はい、この横の方、長距離だとすごい張って、はい、痛かったんですよ、はい、だけど全然こんなに走ってるのに、はい、それがない。
腰が落ちてるってことは、うん、キープしながら走ってるのね、はい、確かにね、前もやっぱもう山ですね、すごいめちゃくちゃ避けてるじゃないですか、そうです、そうですよ、そうですよ、キープなんでさっきの話なんですけど、昭和のトレーニングですか、空気で空気ですね、ほか足が伝わっとってですね、だから腰が落ちて体重がもっと重かったらすごい感じ、もういじめてますよ、足をもう膝やられるっていう、はい、それですよね、はい、だから分かんなくなったら、はい、あの落としてみる、あえて、はい、落としてから下が上がっていくと分かって分かりますよね、そう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 、でも上げるっていうのがここを上げるっていうのをばっかり意識して、はい、その足首をうまく使うっていうことを全然今まで意識してない、その縄跳びとかっていう感覚と、人によって、基本的に走るときに足首って使いすぎない方がいいんですよね、だけどやっぱり全く使わなくない人には、逆に足首を使って人には使わないようにしてください、人によって、人によってなので、人によってやることが違うから、自分自身がどういうアドバイスを、聞けばいいかって分かんないじゃないですか、はい、だからやっぱり実際にこうやって見てもらって、こうなってるからこうしましょうっていうのも受けないと、やっぱランニングフォームって変えにくいですよね、めちゃめちゃ痛い、だからランニングフォームが30キロ、30キロ無料で引っ張れば出てくるじゃないですか、はい、でもそれで引き出してる、スポーツ早いよ、わかんないですよね、スポーツ早い、30キロにいるなんて、はりまちだ、もうお尻から足からこれははりますよ、疲れを皆さんに忘れていただいて、素晴らしい、素晴らしいね、漫談を入れるというペーサーで、この漫談を入れなさいっていうこの、はい、ランニングクラブで話すと、はい、意外と大事なんですよこれ、大事だと思いますよ、意外とね、最後までいける確率があるんですよ、はい、でもペースメーカーの働きは、結構各ペースメーカー違うから、なんかなんかいい大当たりペースメーカーって絶対いますよね、ペースメーカーしてくれてるんで、かずれくじなんて失礼な言葉は言わないですけど、大当たりと当たりがあるあの漫談があったあ、漫談いいですね、いいよ、先生マスお願いします、15年くらい前、はい、ポテンタの高原のクロスカントリーです、その時にもうすごい私に断りもなしにパチ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 仕事通ってるわけすいません、ちょっとやめてもらえますか、もうちょっと面白いです、すいません、そこ通してもらえますか、富士山隠れるんで違ったと、なるほどね、いや、私そんな気、そんな気味じゃないって言ってたの、自分でも、ね、本当に恥ずかしい思いも、いやー、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます、何が素晴らしいって、漫談の尺の感じが素晴らしいですねこのね、どうなるんだろう、すぐ答えみたいな、すぐ展開する、素晴らしい、で、一応ね、大体マラソン大会に出たの、あ、素晴らしい、すごいですね、また次回あと1キロあと1キロ、ほら、あっという間、じゃああれですね、見かけたら、はい、もしきつかったらくださいと人はください、1枚いただけますか、それとあと、まあ、後ろについてもらって、ああそうですね、出てくるに自信があるんで、出てくるのをね、待てば、後ろ姿は自信があるんで、ちょっと止まったら走れなくなるパターン、
つの間に、あれ終わって戻ってきた、うん、戻ってないよ、あ戻ってないんだゆっくりゆっくり考えなくていいです、あらら昨日いっぱい飲んでたもんね、関係ないか、22キロ最後、はい、あと2キロぐらいで姿が変わって、4キロぐらいで平均ペース4キロ30ぐらい、あの10キロ以降は大体ないです。最後だ。はい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 。お疲れ様でした。やりきった。やったぜ。やったぜやったぜ。お疲れ様です。本当に頑張った、あすごい、ね、頑張った、飲むぞ、中で集まりますか、はい、近い近い近い、めちゃくちゃ近い、あの一言ずつちょっと回してきますんで、よし、あの一言で大丈夫なんでお願いします、はい、東京はいっか、東吉です3日間皆さんありがとうございました。ちょっと最初初日飛ばして2日目3日目粘ろうと思ったんですけど、まあ3日目はちょっと足も張ってたので、最初は C グループの方と一緒に走らせてもらって、最後だけ、半周ぐらい4分20ぐらいまで上げて走れたので、まあ終わり良ければ全て良しということで、まあ課題はいろいろ見つかった合宿でしたので、また秋にお会いできる時にもうちょっと早くなってお会いしたいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。北です。3日間予定通りこなせました。ありがとうございました。写真ありがとうございました、お疲れ様です。3日目上げて最後終わるつもりだったんですけど、最後しっかり垂れて終わったんで、前日の過ごし方がすごい大事だなあの飲みすぎ注意だと思うんで、あの次は飲みすぎないように参加したいと思います。体重は、体重は、あお風呂入るときにもは測ってみて、まあ、2キロ減ってればあのグループラインに流したいと思います。ありがとうございました。減ってれば、はい、お疲れ様でした。3日間本当に楽しくずっと走れたのが良かったなと思ってます。はい、あれどうもありがとうございました。昨日ちょっと垂れたんですけど、今日はあの最後はペース上げてできましたんで、枯れかかってた花もつぼみにもう一度戻りましたので、夏頑張って満開にして咲くことはなかったんで、はい、ちょっとですね、まあのレースで咲くように頑張ります。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。チームで走れたので、もうあっという間に終わった感じなんで、スワゴ、あ違う、なんだっけ、スワゴできました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。最高のコンディションの中で、走ることができまして、昨日32キロ今日32キロで、昨日のちょっとペースの上げ下げに対して今日あのイーブンペースで来たのが疲労が少ないなっていう、まあ、発見ができたので収穫でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと全部走り切るのは無理だったんですけど、すごくいいコースで皆さんと楽しく走れて本当に来てよかったなと思います。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。3日間5分半でね、ずっと喋りながらお話しながらの走れたんで、とても楽しかったです。ありがとうございました。 ありがとうございます。3日目ちょっと悔しい思いしたんで、また来年来るあの口実になりました。 よろしくお願いします3日間ありがとうございました。2日目3日目って両方とも最後垂れてしまって、まあ自分の実力はこういうのをよく分かってよかったかなと思います。どっかで名古屋の
があのイベントとかにも参加したいと思ってます。ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。あとテキーラも私飲み飲ましに行けてもらいたいのであぜひ連絡先をテキーラといえばはい、あのうなぎ屋もはい、お疲れ様でした。30キロ以上を連続でやったの初めてなんですけど、あのやり抜けましたが、私の場合大抵 2,3 日後にどっとあの疲れとか痛みが出てくることが多いので、ちょっと用心深くこの後過ごしたいと思います。ありがとうございました。2日間ありがとうございました。1日目9キロ、2日目16キロ、最終日初32キロ、走ることができてよかったと思います。これをバネに初フルマラソン完走を目指していきたいと思います。ありがとうございました。16キロ3回だけでしたけれども、たくさんに素晴らしいあのアドバイスをいただきました。腰高に走れないと、これだけでも今回来た機会があったと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん3日間ありがとうございました。1人では絶対できないメニューだったんですが、皆さんのおかげで、やり抜くことができました。課題もたくさん見つかりました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。あのなんとなく先頭を走ることが多くなって、ペースが上がったり下がったりしちゃって、ちょっとペース作るの難しいなと思ったんですけど、あの最後までなんとか走り切ることができました。ありがとうございました。怪我明けでロングを全然やってなかった中で32キロ2回はすごく不安だったんですけど、ペースは最後落ちましたけど、やりきれたことに満足です。ありがとうございました。あ、3日間ありがとうございました。あの今回のちょっとフォームを見ていただいて、あの課題も見つかったので、あのまた精進して新しいネタも見つけたいと思います。小話もよろしくお願いいたします。詳しくはこの動画で。あ、皆さん3日間ありがとうございました。初日遅刻というところからスタートしてしまいましたけれども、尻上がりに頑張れたかなと思います。昨日はキロ5分、今日は4分半で、途中から最後まで走り切れたので、タクプロにはあのフォーム見てもらって、あと15分早くなるって言われましたんで証明したいと思います。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。3日間ありがとうございました。2日目に、最終日足つって3日目心配だったんですけど、まあ、なんとか3日目つらずにゴールストできました。ありがとうございました。あ、最後ジェットコースターみたいに激だれしちゃったんでそれだけなかったらよかったなと思ったんですけど、まあ、3日間ちゃんとではないですけど5周走れたんでよかったなと思います。はい、お疲れ様でした。これで行きましたね。あ、違うです、これ。はい、では、これで終わりたいと思います。実際やってみて、あの思った通りいかなかったとか、逆にもうちょっとグループ上げれたなとか、いろいろ振り返るとあの思い当たることがあると思うので、あのぜひやっていただきたいのが、もう一度この合宿をやるんだったらここをこうしただろうみたいなやつをなんとなくじゃなくて、しっかりめに、より具体的に1日目はこのグループで行って、その日の夜はこういう食事をとってこういうケアをするだろうとか、2日目の朝はこういう風に過ごすだろうみたいなのをより具体的に書くと、次のそれがあの次の引き出しになるんで、そういうのをどれだけ溜め込めるかで失敗を成功に変えて、どん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 成功の精度を上げていけると思うので、ぜひ帰ったらこの3日間をやり直すんだろう、だったらこうするだろうみたいなのをやってみてください。この合宿が終わってからもあのもちろんトレーニング、皆さんトレーニング続くと思うので、あのこの合宿で、区切らずに、終わった後1週間ちょっとこの合宿の回復にしようじゃなくて、積極的に走ってこの流れでこの夏いい練習ができるように、区切らないように、ケアをしっかりしながら、トレーニング続けていってください。では、これで終わりたいと思います。9月も合宿ありますからね。9月もあります、はい、名古屋で。9月は名古屋でありますので、暑いですけど、暑いですけど美味しいものはいっぱいあるんでお待ちしてます。では最後写真撮って終わりましょうか。はい、どの、じゃあどの羊に集まりますか。この子が可愛いんですね、いつも。うん、あの子も可愛いけどね。あ、でも昨日これだったから、あの人の周りに行きましょうか。たまには最後いつ撮ったのと思って、いいじゃんと思いました。いつこっそり撮ったんだろうと思って。あ、ちょうど諏訪湖も映るんで行きます。はい、3日間お疲れ様でした。 OK です。お疲れ様でした。
わったわった。いや終わるとね、うん、なんか寂しくなりますよ ね、 ね、はい、まだ9時半ですけどね。ホテルってあれ11時まで入れる、入れる、お風呂で集合です。お疲れ様でした。なんかね、終わったらあっという間だったよね。ねえ、あっという間だった。あっという間だったし、一部練習物足りないかなとか思ったんですけど、うん、いいですね、これで十分だった。ね、これで十分でしたよ、ほんと。32走るっつーな、ね、うん、そうですね、やっぱね、うん、でもね、ほんとね、この、うん、このコース、うん、これがもう、あのタータンですけど、うん、これが続いてるからもうね、最高ですよ。最高だった。でね、あの走るのうちわの、うん、応援ありがとうございました。ねえ、本当ですね。カメラが、ね、ね、間に合わなかったんだよね。後ろだけ、後ろ姿だけ撮れたって感じで、きっとキラスポーツが撮ってくれてると思ったけど、多分無理だと思う。どうなんだろう、急すぎてね。なのでこの YouTube を通してお礼をありがとうございました。ありがとうございました。本当に奥様か彼女さんかね、自転車に乗って映像で、うんうんうんね、すごい元気よく、いやね、すごい元気出ましたもんね。ねえ、まさかのサプライズ。すごい、でも何人かだってほら、うん、あの YouTube 見てますって言ってくださって、声かけていただいて、ね、ありがたいね。そんな、なんかお邪魔いたしましたって感じで、また、はい、また来ます。いやでも本当32キロだから成功例を作るなら、ここに来てロング走するのが一番いい、ね、本当ね、本当、やっぱね、本当に暑い中ずっとやってるとなんか自信なくなってくるんですよ、うん、なんかね、どんどん走れなくなっちゃって、だからやっぱ涼しいとこ来てこうやってロング走やって、あ、走れるんだっていうのは結構大事ですね、うん、ね、うん、また来ましょう、はい、ということで、はい、これにて、はい、合宿終了でございます。終わりでございます、はい、もうね、これ以上撮ると長くなっちゃうから、ね、はい、はい、そうですね、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうじゃん、うん、あ、ちょっとあれじゃん、天ぷら入ってる、うん、エビプリプリなのよ、うんうん、でもね、小、うん、坂さん、うん、男オグリンが絶対ここだって言ってたの、小坂さんに並びました。最高だね、32キロ走って、うん、そば食べて、うん、何食べたらいいの、最高です。イサラメ田舎かけです。かけ2つ目ですね。2つ目、田舎そば田舎そば、かけそば、それやで買い物して帰ろう。